はい、本日ついにパリーグレギュラーシーズンが終了いたしました。いやー、オリックスバファローズ、そして、福岡ソフトバンクホークス、千葉ロッテマリーンズ、北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、西武ライオンズ、すべての、球団に勝ての選手たち、そして関わるスタッフの方、そしてファンの皆様、お疲れ様でした。すべてのチームが143試合ですか、レギュラーシーズン終了したということでですね、まあ早いですね、本当にあっという間に終わってしまいます。はい、レギュラーシーズン143試合長いなと思いつつ、すぐ終わってしまうというね、毎年毎年なんかあっという間ですね、本当にね。まあ、感慨深いところではありますが、本日終了ということでね、めちゃくちゃ良かったです。ちなみに順位予想は1位しか当たってませんでも優勝のオリックスです。イエーイ。1位さえ当たればあとはどうでもいいんです。はい、というわけで当たった、順位予想当たった、優勝が当たりました。はい1位が全く当たってませんね。うん、2位がソフトバンクの予想だったんで、3位日ハム、4位西武、5位楽天、6位ロッテ、すいません、ロッテ、千葉ロッテマリーンズの皆さん、おめでとうございます。いやー、これでまた谷保さんのアナウンスが聞けますね。うん、これはもう素晴らしいことよ、千葉ロッテの皆さん。いや、もう谷保さんのね、アナウンス聞きたいっていう思いだったじゃないかな、みんなね。はい、もうほんとね、去年と逆になりましたね。去年はオリックスが、ね、優勝、ね、かかっていて、そこでロッテがホークスを倒してくれて、そしてオリックスが楽天に勝って、オリックスが優勝決めるというね、実戦。そして、今年はね、オリックスが、昨日ホークスを倒して、そしてロッテが、自分で楽天を倒して、CS2 位を決めるというね、素晴らしい、もう助け合い、オリックスとロッテいいですね。まあ、ロッテ好きなんですよ私、結構ね、オリックスの次ぐらいには好きな球団なんで、まあ、本当頑張ってほしいんでね、まあ、優勝は渡しませんけど、オリックスがねいただきますが、まあでも本当にいいここ2日間いい戦いがオリックスもできて、昨日はソタニ投手がプロ初勝利も挙げれてね、めちゃくちゃいい、2日間でした。ロッテが無事2位で進出して、谷保さんがねまた、アナウンスしてくださるっていうのはすごく楽しみですね。はい、いやー、ソフトバンクは2年連続9分の1を引いてしまうというですね、かわいそうですね。はい、やっぱり自分で育ててください選手は。オリックスとロッテはね、そういう球団だから、生え抜きばっかりだから、選手ね。ね、ソフトバンクを見習ってください。はい。そしてね、ついに決まりましたね。CS クライマックスシリーズの組み合わせ。まずファーストステージで、ZOZO マリンスタジアムで、千葉ロッテマリンズ対福岡ソフトバンクホークスが、行われますけれども、まあ、これね、すごくちょっと微妙なのが、小島投手今日投げちゃってるでしょ、そして昨日有原投手投げちゃってるんだよね。だから、だったら金土、違うか、土日月か、ちょっとファーストステージの日程が土日月だな。だって水曜からだもん、ファイナルが土日月だから、だから有原投手も小島投手も CS 開幕ではないんですよ。どっちもやっぱり両チームの一番いいピッチャーだと思うんですけど、ロッテは佐々木朗希投手と種市投手は今離脱しちゃってるからね、だからそれが第3戦、小島投手にとっては1週間空けれないからね、第3戦投げようと思っても、だからここは本当に1戦目2戦目が本当にその勝ち頭でない選手、ちょっとロッテの方は確認はしてないけども、まあ、種市、佐々木が投げれればね、もちろんいいんですけど、まあでもちょっとぶっつけはきついよな。だから本当にちょっと注目ですね。だから場合によってオリックスの
2連勝で来られちゃうとオリックスのファーストステージ第一戦に有原とか小島は、小島投手が来ちゃうっていうね、ちょっとオリックスにとっては今のローテちょっとピンチですね。なのでぜひともね、3試合目までやってきてください。ファーストステージで。そしたら2人とも多分出てくるはずだから。ね、そしたらもうオリックスの勝ちは硬いですね。はい。まあ、そんなこと言わずに勝ちますけどね。はい。というわけでね、CS がついに始まります。14日からファーストステージ、18日からファイナルステージ始まりますので、ここを勝ち抜いて、日本シリーズに行くよ！ではでは皆さん、またね、それぞれ、オリックス、ロッテ、ソフトバンクのファンの方々、まだまだパリーグは熱い戦い続きます。一緒に盛り上げましょう！ではでは。